加西市の西村市長が新型コロナウイルス対策の費用として市の正規職員に対し1人当たり10万円の寄付を求めていることが分かりました。加西市では生活が困窮した小規模事業者や一人親家庭への支援策として独自の基金を設立しました。財源には市長や議員の給与を減額した分を充てるほか、正規職員およそ600人から1人10万円の寄付を想定していて、これについて西村市長はあくまで任意の寄付だと説明しています。もう当然してます。これは寄付ですので、本人の意思を尊重して我々は対応すると。でそのことによってその人に対して不利益を与えることは当然しませんし、この決定に市民は、個人に与えられたものを、その上の人間がこうしないとダメだからしてくれっていうことは僕はもう強制に聞こえます。寄付するなり、使うなりっていうことは自分で決めます。市では今後市民への寄付の協力も呼びかけたいとしています。